マリアです。みずはです。メイです。ピンク、ラテ、T、B、始まるよー。イエーイ。はい、本日は Uber Eats 頼み合い企画でーす。イエーイ。こちらの企画は第2回？2回になります。1回ね。ピンクラテの事務所の方でやったことある企画なんですけど、見てくれた方はねある程度ルールが分かると思うんですけど、もう一度説明します、はい、こちらの企画は頼み合いということで、好きなものは頼みますね。順番的にはメイがゆずはちゃんの夜ご飯を頼んで、ゆずはちゃんはマリアちゃんの、マリアちゃんはメイの夜ご飯を1人1品頼み合いします。で、届いたものをね私たちは食べるんですけど、前回もあったんですけど、ちょっとした嫌がらせだったり、あと逆に好きなものとか、食べたいものとか頼んでもいいし、なんだこれっていうのも OK。 Uber Eats にあるものとか何でも OK なので、ちょっとドキドキなんですよね、しかも今日見ての通りね、お泊まり企画で夜ご飯じゃん、美味しく食べたいじゃん、それは一日の締めだよ。だからお願いね、お願いね、お願いだよ。お願いね。分かった分かったね。分かった分かった。でも浮かせてくれよ。前回結構良かったから、前回何だったっけ、ケンタッキーがメイはレイラちゃんにすごい辛いラーメンみたいなのを頼まれた。あれはきつかったですね。ちょっと今回はみんなハッピーに行きません？ハッピーで行こう。ハッピーハッピー極力ね。はい、ということで早速頼み合いっこしていきたいと思います。せーの、どうぞ。早速ゆずはちゃんの夜ご飯を選んでいきたいと思います。今回ね、せっかくのお泊まり企画なのでハッピーに行こうかなって感じなんで、さっきちらっと韓国料理っていうワードが聞こえたんで、そうしようかな。でも韓国料理って言ってもいっぱいあるから迷う。これいいんじゃない？キンパとチキンのセットみたいな。良さそうですよね。ちょっとゆずはちゃんの好き嫌いがよくわからないから全部勘でいくしかないんですけど、一旦第一候補がこのキンパとチキンのセットで、すごいなんかサムギョプサル丼、めっちゃ胃もたれそう。頑張って。メイが食べたいだけ。ネギシ優柔不断が出ちゃう。さっきのお店どこ行ったの？なくなっちゃった。どこ決めました？じゃああと2分で決めた。どこ行ったの？さっちゃんのご飯なくなっちゃう。なんかもうさっきの商品がどっか行っちゃったので、キンパなくして、なんか定番 CCT チキンセットにします。なんかチキンが入ってたりポテトとかあるやつです。お好きなクリスピーチキンを1つ。いっぱい味があります。わかんない。ちょっと目つぶって押しますねハニーマスタードチキン、あとフライドポテトをお選びください。何がちょっとどちらにしようかな。できます。たい焼きをお選びください。そんなのあるんですね。あんこ&カスタードしかないみたいなので、そうします。はい、ゆずはちゃん決定です。はい、到着を待ちましょう。ゆずははマリアちゃんの頼みます、はい、4分で。4分？でもなんかもう何系かは決まってて、マリアちゃんは韓国系が好きなので、韓国系で行こうかなと思います。韓国料理、あ、待ってと、ここから選んでいきます。何がいいんだろう。韓国料理っていっぱいあるんですね。いっぱいあるよ。選べないマリアちゃん基本的に野菜がいけると思うんで、じゃあこれでします。はい、味は何がいい？何があります？ハニーバターかチーズ、どっちがいい？もういいよ。マリアが好きそうな方。ハニーバター。ハニーバター。ポテトはチーズのポテトか甘辛ポテトどっちがいい？じゃあチーズにします。チーズ。はい、オッケー。オッケーです。マリアちゃんレッツゴー。選んできます。はい。マリアは誰の夜ご飯？レイちゃんに。メイの。うん。レイちゃんはこの間めっちゃ激辛だったじゃないですか。だからちょっと今回もメイちゃんをターゲットに。今回はみんなハッピーに行きません？ハッピーで行こう。ハッピー、ハッピー。極力ね。めっちゃがっつりのを探したいと思います。いいね。なんかがっつりハンバーガーとかでもよくないですか？いいね。みんなお腹空いてるって言ってたからね。ですね。うん。なんかめっちゃ美味しそうなハンバーガー出てきましたよ。ああ、美味しそう。いっぱい味あるんですよ。だから何にしようかめっちゃ迷う。メイちゃんアボカドとか大丈夫そうですよね。多分大丈夫だと思う。うん。まあ嫌いだったらね、ちょっと残念だったねって。照り焼きか、スモークチーズベーコンバーガーとか。ああ美味しそう。メイ好きそう。ですよね。うん。ハンバーガーが本当にすっごいでっかいんですよね。うん。ですか。めっちゃでっかくないですか。すごい。一品ですよね。うん。これは迷う。じゃああと1分半で。1分半ですか。うん。やばいやばい焦ってしまう。やばいやばいやばい。さっきのところ戻りたいんですけどどうやって戻る？これいいんじゃないですか。いいの見つけた。もう超がっつりじゃないですか。いいね。じゃあこれにしようかなって思います。はい。はい。じゃあ決まり。はい。はい。楽しみです。じゃあ商品到着までお待ちください。はい。あれ、おっとっとまさかの奇跡が起こってるんじゃないこれ。あれ私じゃん。ということでUber届きました。お腹すいたね。じゃちょっと見えてるものもあるんだけど、じゃあメイから紹介してもらおうかな。はい、メイは韓国料理にしようと思ってゆずはのために選んだものがなんか韓国料理って言ってたからだからそうしようと思って。やったーそうしました。ちょっと開けていいですか。早く食べたい早く食べたい早く食べたい食ばれないよ。じゃん。うわー美味しそう。揚げ物みたいなチキンとポテトとたい焼きがあるんだよね。やったやったたい焼き。カスタードとあんこだったかなです。で、めっちゃ美味しそう。ソースはいっぱいあって何がいいか分かんなかったので目をつぶってたーってやつで、これがハニーマスタードです。美味しそうでしょ。こんな感じ。せっかくのねお泊まりなので美味しいのをチョイスしました。はい。同じ店ですね。はい。やばくない？やばいよね。まだね、出ちゃってるよ。あれ？違う、そういうことじゃない。じゃあ、開けます。じゃじゃん。同じじゃない、なんか似てる。似てる。同じなの。同じじゃない？同じなの。え、ポテトでしょこれ。ポテト。え、待って、同じ。同じなの。すごい。で、ゆずのはプラスでキンパがついてるだけ。すごい。奇跡じゃん。でもゆずチキンの味何にしたか覚えてる？覚えてる。ハニーバター。なんか似てんの。やばすごい。やば。じゃあマリアはメイに頼んだやつは。何？マリアも。ひどいの。韓国ではなくて。何？アメリカンです。メイちゃんこの間辛かったじゃないですか。辛かったですすごい。この間ターゲットみたいな人でした。じゃないですか。はい。今回もちょっとがっつりです。がっつり？はい。いけるよ今日。お腹空いてるでしょ。なんです。割とハンバーガー。嬉しい。ハンバーガーなんかめっちゃでも結構重い。これはメイちゃん食べれないんじゃないかなと思って。食べるよ今日。すごい。重い。ずっしり。残念。石みたい。ダブルチーズバーガーです。好き。ハンバーグ2枚乗ってます。嬉しい。今日はそんな食べれる。ということでじゃあみんなで食べましょう。イエーイ。なでさん、はい、いただきます。はい、ということで、もしこの動画がいいと思った